進学はやっぱり地元の大学がいいなと思ってて、キャンパスも街中に近いし、高校の頃から生物学が好きだったこともあって、もっと深く学びたいっていう気持ち全部の条件があったのが崇城大学だったんです。今私は注目されているギャバ経路に関する酵素について研究しています。ギャバの正式名称はガンマアミノラクサンと言いますが、これは神経伝達物質として脳細胞の代謝機能を高める働きをすることで知られています。これを多く含む食品開発は飲料をはじめ、チョコレートや醤油のような調味料まで開発の幅は広がっています。正確で言えば真摯さがあると言いますか、非常に正直誠実、それから自分の行動を見直して、反省とか改善とかそういうことのできる子です。私の研究は始まったばかりですが、ギャバ経路の酵素の性質を調べ、ギャバを多く含む新しい食品開発までを一つのプロセスとして研究しようと思っています。まだ自分の将来像なんてはっきりと浮かぶわけじゃないけど、やっぱり大学で学んだ知識や技術を生かして、多くの人たちの健康を食品を通じて支えていけるプロフェッショナルとして成長したいと思いますし、これから入学してくる高校生たちも将来を見つけるための大学生活を思いっきり楽しんでほしいなって思います。